先輩たちが継投。高いバウンド、ファーストはアウト。今のはストライクさん、本当にねタイミング的にもかなり難しいプレーですよね。まあここからこうテイクボールですね。そうですね、今のは先ほどのは135キロ、今度は149キロ、どうだ。インコース難しい打球、一二塁間ボテボテのゴロ、俊足重信、一塁アウト。セカンド菊池さばいた、これもお見事。打ち返してよく取りました、ナイスプレー。バットの先だ、菊池が取りました。ストライクも取れるし、セカンド菊池取った、セカンドアウト、一塁はセーフですか。中心で松山だったり、時にエルドレッドだったりというところがありました。菊池はあっと間に合った、間に合った、話すようにセカンドロー、さあ菊池難しい打球だ、菊池ジャンピングスロー、菊池ファインプレー。インサイドへバットが折れる音がしました。さあ菊池、一塁はヘッドスライディング、セーフ。打ったセカンド菊池、うまくさばいて一塁へ。そして先ほど投げた秋吉の姿、打球はセカンド菊池追いつきました。ちょっと打たせないがいいですね。はい、菊池の守備、ファースト、ファースト取れない、いい当たりだ、セカンド菊池。ここは菊池のジャムは激しく点を取り合う試合になっています。ジャンプ1番セカンド菊池取りました、内に入った、セカンド菊池ワンバウンド一塁走。